はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい。まあ、ちょっとね、青混ざってるんですけど、一応ジャンドリアニメートということなんですけども、まあ、青混ざってるのがこいつですね。沈黙の雲、高等生が、これが1枚入ってる。まあ、これだけで、あとは基本的にジャンドカラーということですね。黒、緑、赤、赤黒緑ですね。赤黒緑の3色です。まあ、基本的にリアにするのはナメクジとタイタン。まあ、あと、オリビアとかね、まあ、ここら辺が絡んでくると。で、リアにするカードはギックスの残虐と、千歩の最短。まあ、ここら辺が軸になってきますよと。まあ、それをサーチするのに掘り起こしと。はい、まあそんな感じのデッキになっております。さあ、それではね、早速ミジック隊に乗り込みましょう。さあ、やっていきます。はい、プレイ。さあ、7枚でキープ。赤か。それでは脅迫、マジですか。何もなかった。さあ、どっちの侵入者を出したターン終了。さあ、スピードが出てきた。しつこい負け犬出してターン終了。結構やりにくいな、ここなると。さあ、僕の侵入者を出して救い追放。難しいな、これ。
間に合うかな。さあこれで相手のハンター全部見えた。とりあえず見えた。これはでかい。あ、しょうもないもんリアにしたけど、鏡割りの偶はちょっときついぞ。はい、オッケー。さあ、まずそこは潰して。2枚捨てる。厳しいな。引かなかったね。マジか。さあバック。いやきついな。さあうちの侵入者出して、さあ生きて帰ってきてくれよ。よし、生きて帰ってきましたね。これは勝ったやろ。あ、産業のタイタン5点回復と、はい、対戦ありがとうございました。全然リアに関係なかった。なんか欲しいね。さあ7枚でキープ。さあ、土地出してターン終了。さあ、ちょっと戦術で。おそらく相手青だから陣だと思うんだけど、まあそうだとするとかなりきついかな。ちょっとこっちのデッキ大振りなんでね、墓地の侵入者通して相手の墓地ためささんようにできるかどうかかな。
戦術はなんかできない。ちょっと土地続いてるね。3枚連続土地はいらん。4枚連続土地はやりすぎだよね。まあどんどん使わせていくか。はい、墓地の侵入者。まあここもリアニなんでね、5ターン目6ターン目墓地の侵入者戻しにかかります。とりあえずカウンター使わせていきます。なかなか引きが終わってますね。なかなかきついな。あー、なるほど、そうきたか。じゃあここは一旦待ちますか。さあ水晶の岩屋、これはとりあえずいらんかな。さあ脅迫。反動見たい。その残虐1マナカウンターはさすがになかったか。これで先に相手の反動を見せていただいて陣を捨てる。中略アーティの嘲笑か。悩ましいの。鏡割りの具合でいいですか。さあカウンター使わせた。侵入者が出てきて相手の墓地を削っていく。
はい、掘り起こし。脅迫もらえますか。ターン終了。さあまず脅迫。中略捨てさせて殴っていく。あ、産業のタイタン。はい、対戦ありがとうございました。マリガンですね。さあキープ。しつこい負け犬、とりあえず1枚いらんか。さあ土地出していきます。ああ具はいいですね。まあ、次のターンちょっと出せないですけど、それでも優秀。鏡割りの偶話を出して、まあ攻撃しないですね。ターン終せず行きます。さあアタック。さあ全部の再開。さあタイタンに縦カウンター乗せときます。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手先行。7枚でキープ。
クリファイスか。ターン終了。さあ負け犬。まあこれはブロックできないね。この展開結構まずいよね。単純に先行後攻がもろだね。練ってきたか。そうなるけどこっちブロックしないわけにいかない。毒スリルとコレステルか。さあ鏡割りの具は。きっちりとやられました。あ、カード2枚捨てるか。掘り起こすと捨てるか。はい。さあ戦術千歩の最短で毒スリル出してきます。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ジャンドリーアニメートということで、まあめちゃくちゃ勝率良かったね。うん、まあ周りが良かったっていうのもあるんですけど、まあギックスの残虐やらタイタン、まあ毒スリル、まあここら辺が非常に強いのと、序盤強いのと、青に対して脅迫ね、すごい刺さるっていうのと、うん、かなり使いやすかったですね。まああとしつこい負け犬さんにして、墓地の侵入者さんにしてもいいかなっていう感じはありましたけど、まあやっぱりリアに面白いですね。まあ今この特スリルの部分っていうのがね、まああとコトセの部分っていうのが、まあ好きなカードに入れ替えれるっていうのもね、リアにのいいところなんじゃないかなと思います。まあ今後ね、強いの出てきたら、まあそれと入れ替えればいいだけなんで、うん、かなり使いやすいデッキなんじゃないかなと思います。はい、よかったら遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。